これ買っちゃおうかな。今私が俺の収録はスチールを結構必要としてるんだ。じゃあ買っちゃいましょう。すぐに分かると思うけど。で、どうしてそうなってるかといえば、見に行こうか。はい。どうなってるんだろう。私も楽しみだな、見るのが。さて、ここは普通の道路ですね。ああ、グラミン。ああ、何ですかこれ。アパートです。アパートができてる。そう、結構適当に作った感じですがまあちょっと雨風ってか風、隙間風寒そう。いやーそういう問題じゃなくて、形がちょっとおかしいですね。私が最初に想像したのはもっとテンペニタワー的なところでしたが、すごーい。こうガードのステーションがもうありますね。すごい、ハグさんマインクラフトで鍛えたクラフト力がここで。結構こう実験する必要があった、特に電力においてはですね。すごい、電線も張り巡らされてるし。うん、中を見てみようか。ここが農業ですね。なるほど。マットフルート、あ、いや、マットフルートじゃなくてミュートフルートですね。いつも忘れてしまう。多分ですが、この食べ物は一番効率がいい。それは視聴者の皆様が覚えていいことです。収穫量とスピードがいいって感じですか。うん、できるまでのというか、しまった。見ての通り、他の食べ物は食料の 0.5 ポイントを作れますね。うんうん。しかしマットフルートだけが1点です。あ、本当だ。どうやら、そうか、たくさんベッドが足りないのか知らないけど、幸福度が、そう、その通り、幸福度が下がってる。私も気づいたが、ベッドが足りていないな。じゃあ3階に寝ドールが結構ありますね。いやー、大家さん頑張って頑張ります。ほら、あ、すごい、ちゃんとルームてか、なんでこう全部ツインツイン、その方が効率的ですからね。意味深ですな。というかここはもう3人の部屋になってしまう。3兄弟の部屋です。ですね。よし、もっと作らないといけないな、ベッドを。あ、そうか、ここにスペースがあった。じゃあ寒い、そこ、もう一つの部屋を作りましょうか。部屋を作ればいいですね。うん、いや、なんかもうねえ、見晴らし良さそうっていうね。そうだ、実はこれはね、窓に見えるかもしれないけど、はい、ドアのあるはずのところです。もうしょうがない、うん、まだしょうがない、それぐらいのクオリティで。うん、やっぱりドアの方があった方がいいな、ドアが。なんかすごいのが作れるんだ。よし、おお。で、あとはこれな。あ、違う、これじゃない、これ。で、最後にここで玄関を作る。おお。で、これを窓と呼ぶ。まあ、いつ階段を作るか分かりませんしね。作りません。可能性を残したという設定で一つ。よし、窓です。窓です。キリッ。よし、これでベッドが足りたな。やったね。足りている。また今度作ることになると思うけど。うん、どうしようかな。なんかやっぱりアパートが変な形になってしまうような気がする。いや、なんかもうねえ、時代が時代ならなんか観光客が来そうなぐらい奇妙なアパートになっちゃいましたもんね。なんか、わあ、すごい廃墟だみたいな。あ、なに、猫の絵が飾ってある。ああ、そうか。
かわいい。ちょっと飾りを置いてますね、私は。この世紀末の世界でこんなファンシーなインテリアが、うん、すごい。トイレです。流し台を待ってトイレ広確かに広いな。残念ながらこれより小さいあのトイレは作りにくかったから。素晴らしい。最高の住み心地を実現。いずれはね、ここであの飲み物とか食べ物を買える、店を立ちたいと思っている。今私はそれに必要なパークがないからまだ作れませんが、それを作ったらあの住民たちはおそらくここで食事をするでしょう。すごい。ちょっと見ない間にハグさんの中で目的がこう将来バーを開店すること、うん、バーを開業することになってる。あのショーを見つけることの上にバーを作るっていうね、うん、目標がある。バーを作るためにショーを助けるみたいな。私の夢は息子を見つけてバーを作ること。なぜこの人がなんか息子を亡くしたおじさんでしたっけ。そうです、その通り。まあ寝なさいよ、寝たら元気になるよ。誰だ。なんかスナイパーみたいな視点だなこれ。あんまマママーフィー。怖い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 。いつも通りだな、お前は怖い。もうそのとこにぬらって立つのやめて。誰だ。いやちょっとハクさん、電流の仕方怖っ。セットラです。あ、なるほど。この人が新しい人です。この機会をくださってありがとうございます。できることがあれば教えてください。まあ君も農業送りかな。ちょっと村長怖い。Yeah, let me show you. Sure. よし。ほら、行こう。あ、そうか、プレストンと話さないといけないな。ガービーさん。うん、ガービー。You know that settlement you sent me to help? あの集落ですが、助けてやるぞ。ミニテマンにの仲間になるって。それはいい知らせだな。ところが、このフレアガンを持っていていいよと。まあ、ミニテマンが。また頼みたいことがある。私が最後のミニットマンであることは知ってると思うが、何があったのか教えていないでしょう。まあ、聞いてるよ、以上。一応聞きました。クインシーの摩擦については知らないか。え、クインシーって何？クインシーと、ところの名前かな。いや、何事だ。コモノスのミノはそれについて知ってると思ってか。And the people they were supposed to protect. I was with Colonel Hollis's group.A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead, so I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle.なるほど、わかった。クインシーという集落では、ガナーズという暴力団が来て、ヒャハしていたけど、あのミネットマンはみんなそこであの集落を守るはずだったが、なんか、あるグループしか、あの出現しなかった。他のミネットマンは逃げたかもしれない。なるほど。で、ミネットマンは全滅。うん。まあ、諦めないでくれ。諦めなければ、ミニットマンは。諦めたくないが、一人だけでは。私だけではミニットマンをまた作ることはできないが、あなたなら作れるかもしれない。ありがとう。That means a lot coming from you, Garvey. I appreciate that. Does that mean you'll do it?やっていけれるか、よくわかりませんが、じゃあそうしよう。Okay. I'll do it. Good. わかった。Good. やります。Welcome aboard. I feel like this is a whole new start for the Minutemen. じゃあ私がミネットマンになりました。やった。俺がミネットマンだ。大丈夫。
私もついてますよ、将軍。お将軍が将軍だと。ミネットマンのリーダーはいつも将軍と言われた。呼ばれた。私がリーダーになったんだ。The one good thing about being the last minute man is there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now it's your job to make it more than an empty title. Got a strange message from a robot. Said it was from some place called Greygarden. 変なメッセージが届いてます、ロボットから。I couldn't figure out exactly what you wanted, but... Well, may as well check it out. You never know. Anything else? まあ、よくわかりませんが、新しいクエストが始まった。でそれはグレイガーデンというところに行くことです。ほう。じゃあ元気か。I'm glad to have the chance to return the favor. After all the help you gave me, just let me know. ああそうか。コンパニオンになったんだ。ガービーさんが？そう。うわー心強い。じゃあハグ将軍とガービーさん。まあ一緒に行きたいがドグミートはものを持ってるな今ブーンさんみたいな感じですねちょっとねちょっと似てるな I need your help Sure thing, General I think the folks here can manage on their own now Thanks to you Don't worry すごい断るごとに将軍将軍って呼んでくる心配するなドグミート守りますからドグミートに話しかけたでドグミートはまあここでいいよドグに行かなくてもいやしかしでもしかしおい Mind if we swap some things around? 持ってるものを渡せ持ち逃げしそうなだらじゃあハグさんハグ将軍とガービーさんの男二人旅が始まるんですねですねその後ろからトリオシがこう守護霊としてついていくスーッつってトリオシのフォースゴーストも一緒にいやトリオシとしては複雑な心境ですけどまあ仲良くしてやってよって感じですね何が複雑だ男同士でしょお前は何を言っているまあ確かに、4-4 では、同性愛は可能ですが。ハグさん。ハグさんが言っちゃいましたけど、まあ。あ、そうだ。これはまだ見せてないな。俺のパワーアーマーをがちょっと進化している。T45 から T45B にアップグレードしている。おお。まだ終わっていないが。でも腕も足も治ったんですね。そうですね。じゃあこれをこれは最後ですかね。モディファイ T45B にアップグレードして、でそうかこれもあったペンキ。ペンキ青くこのボルトテックのカラーにペンキこうすることによって私のカリスマが一点上がるこの中に入ってるとへじゃあ入ってみるかおおおいいな T45B フォロー3のブラザーフッドオブスティールは大体みんなこのアーマーを使っているへえ。でもそれでもなんか上等に見えますねあそうかこれもありましたか何これ何これこれはうるさいないや これはやっちゃいかなかったことだ何この外そうこのモッドあモッドじゃなくまあいやモッドですが邪魔すぎるどんだけシャシャ出てくるんだボルトボーイレッドタクティカルってどういうヘッドライトだまあヘッドランプかつけてみようか赤いんじゃないんですかまあ赤いと思うけどそれ以外なんかあるかもしれないどんな感じかな。まあ赤い。まあすごく暗いところだったら結構使えるかもしれないな。これは。なんかドキドキする色ですね。なんかこうホラーっぽいっていうか。これを使おうかな。嫌いじゃないなこれ。なるほど。まあとにかく今回は終了だ。はい。
お疲れ様です。お疲れ様です。では。